皆さんこんにちは、染明です。今日はね、ついにやってきましたね、2024年1回目、うなぎ釣り、イエーイ。ということで、毎度おなじみのね、川に来ました。ここはね、河口で汽水域なんですよ。だからね、とにかく魚が集まります。前々からね、結構気になってて、よくね、釣りしてる人に話聞いてたんですけど、なんか結構ね、大きいのが釣れてるみたいで、だからね、もう染明、今回はここで世界記録のうなぎを釣っていきます。さあ皆さん、今回の仕掛けはね、マジで簡単です。もううなぎはね、本当にこれだけでいいです。ここにまず重りがあるじゃないですか。針をつけるだけで終わりです。さあここに今回つけていく餌が重要なんですけど、事前に捕まえときましたよ。いましたね、でっか。こういう感じの溝もいるんですよ、絶対。お、いやいや、やばいやばいやばい、待って、めっちゃ太い。おお、じゃじゃん、はい、これです。ドガミミズですね。今日はね、本当に失敗したくないので、こういう感じで、まあ全然わからないと思いますが、潮がね、上がるタイミングできました。まあ満潮ですね。なぜ満潮できたかというと、プランクトンがね、満潮のタイミングで潮がね、バーって入ってきて、そのタイミングでプランクトンが流れてきて、でそのプランクトンを食べるね、魚たちの活性が上がるというわけです。でね、それと同様で、あっちにね、水門がありまして、こう今水門開いてるんですけど、開いたらこうバーって水が来るので、魚の活性が上がったりもします。もうここはね、満潮と水門のね、2つのポイントがあるので、今回はここでね、大物うなぎ狙ってきますよ。でね、今回これ使っていくんですけど、このドガミミズ、天然のやつはね、飼われたミミズと違って黄色の体液を出すんですね。その体液から分離したタンパク質をライセニンといって、薬の元になってるっぽいんですけど、まあ、今回それどうでもよくて、このライセニンめちゃくちゃ臭いんですよ。でこれがね、マジで釣れます。さあ餌の付き方なんですけど、帯があるんですけど、ここの帯は頭側なので、あんまり頭近いところ刺しちゃうとすぐ弱っちゃうので、ちょっと離れたところらへんからプスって刺します。これちょい掛けって言うんですけど、この状態で完成です。さて皆さん、もうね、ミミズが元気なうちにぶん投げたいと思います。いきます。はぁ、水泳チャーシューであぶらー、オッケー丸水産。あ、皆さん、今回これ滑っちゃいますね、柵だと。うわ、すごい、もう竿が固定できないです、全く。そこで今回使うのがこちら、なんだっけ、浮き丸くんだっけ、なんかそういう系のなんかやつです。これはね、すごい便利で、ここをこういう風にぶちねじって、でね、これまだ滑っちゃって置けてないんですけど、こういう感じで置けばね、もうこれで固定できるんですよ。こういう感じですごい便利ですよね。これね、200円未満で買えるんで、皆さんぜひ使ってみてください。さて皆さん、こういう感じでね、糸をピンと張ることができたら、ここに竿の先端にね、こうやって鈴をつけます。この鈴をつけることによって、当たりがあった時にね、こういう感じで鈴が揺れるので教えてくれるんですよね。これで待ちます。皆さんこんにちは、2日目ですね。前ね、結局やったんですけど釣れなかったんで、また来ちゃいました。もう本当にね、今回はガチで狙いに行きたいので、まだほら明るいでしょ、明るい状態の時からもう始めないとね、うなぎ釣りは遅いのかなということで、早速やっていきます。みんな見てこれ、この装備でやっていくよ。これでね、両手使うことができるから、みんな両手を使うっていうのはこういうこと。おら、重い、暴れな暴れな、手が毎度ね、超臭いな、本当に。ミミズがくせえ、ミミズがくせえ。こちらはね、ダイソーロットなんですけど、染明株式会社に入社したばっかりなので。さあ最初のね、1投目いきますよ。トーマスエジソン、そこにつくまで糸が出てんの分かりますか。これがね、出なくなったらそこについたって証です。止まりましたね。そしたらこう巻きます。みんな、やばい、来たかもしれん。次動いたらあげよう。今回場所変えてね、別の川に来てんだけど。あ、動いてんね。いや、けどなんか、あ、来た、動いてる、臭くね。え、行くか。皆さん合わせます。ほら、やばい、どれかと絡まってる。俺今巻いてない。やばい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 、待って、みんな、やばい、待って、みんな行くよ、みんな行くよ。せいえチャーシュー、ひどい、やばい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 、待って、やばい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 、あ、なにこれ、うなぎ、
うなぎだ、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 やばいやばい、よっとよっと、やばいやばいやばい、よっとよっと、でかいでかい、両肩両肩、これめっちゃでかい、やばいやばい、いや気持ちいい、気持ちいい、これはい、皆さん、うなぎが釣れました、やばい。そしてね、見てください、これこのね、バケツ、あのこれね、ダイソーに売ってたんですけど、こういう感じでね、うなぎが逃げないようになってるんですよ。うなぎっていうのは脱走のプロでね、飼育してる人ならわかると思うんですけど、無限に逃げるんですよ。だからこういう感じで入れたらすぐね、蓋を閉める。これでもう脱走されません。いや、本当に嬉しいね。え、やばくない？もうめちゃくちゃでかいよ。みんなこっち、さっき鳴ってた方なんだけど、重い気がする。え、待って待って、来てるかもしれない、来てるかもしれない、来てる来てる、ああ、来てる、ええ、取れた、ええ、うなぎいたよね。いた。みんなね、さっきね、ここ動いたんだって。ソメ見てなかったんだけど、ちょっと上げてみるね。あ、待って、来たかも。やばい、バカ重い。待って、これ両肩だよ、これ多分めちゃくちゃいいサイズ、マジやばい。え、さっきより、さっきよりやばいかもしれん。あー、いるいるいる、待って、バカでかい、でかい、おお、おお、でかいでかいでかい。いや、さっきよりちょっとちっちゃいか。ちっちゃいね。ちっちゃい、なんかあの細い。みんな見てください、これ、ほらね、あのちょっとうなぎの針って特殊で、あのうなぎってね、細長い口なので、針もね、こういう感じで細長くしてんだけど、ちっちゃい。うわー、すごい、見て、ダーン、もうすごいね、顔カナヘビみたいな顔してる。よし、取れた。はい、皆さん入れます。入りやがれ、釈放じゃない、逃がすな、逃がすな、収容して収容。はい、オッケー、逮捕。みんな、みんな来てる。あ、待って待って待って、バカバカバカ、負け負け負け、重すぎでしょ、負け負け負け。え、ドラグ出てる、やばいやばいやばい、待って、これ過去一かもしれない。みんなマジ期待しとけ、気をつけて気をつけて。いや、ガチで問題ない。何これ、濃い、え、ガチで問題。待って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 、ちょっと待って、何か見たい、何かだけ見たい。ちょっと待って、まだその、巻かないで巻かないで巻かないで、こう、ん、ナマズ、ナマ、待って、何、え、アメリカナマズ、アメナマ、アメナマ。多分ね、切れるね、これ無理だと思う。だって、タナマル、まず空気吸わせて弱らそう、弱らせましょう、まず。ガチでやばいね、これ。え、いける、あ、いける、ゆっくりやるよ、ゆっくりやるよ。わー、切れちゃった。いや、もうなんかこっちから切れた。みんなやばいわ、これ。いやー、まあアメナマは今回狙ってないからね、やっぱここじゃなくて霞ヶ浦で取ることによって意味があると思うんですよ。だからまあ今回はね、あえてリリースしました。え、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 やばい、やばい、ぐちゃぐちゃやんけ、これ怖っ、やばすぎでしょ。みんなやばい、ちょっと待って待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、せーの、ガン、いけ、あ、やばい、あ、やばい、重い重い重い、どの道モザイクするからいいんだけどさ、何これ、うなぎ、うなぎだ、うなぎだ、うなぎだ、うわ、かかった、やばい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 。結構でかいんだけど、これでもね、今日釣った中くらいのサイズなんだよ。それをね、今からね、測っていこうと思うんだけど、まあ、これざっとまあ35センチだね、35センチ、何センチなんだろう、結構でかいよね。え、やば、45、46、ほら46だ。一番でかいの65じゃない？でも、もう一匹やってみよう。はい、ちっちゃいのはね、41センチだね。綺麗な水の中に入れて、この状態で放置します。で、ここがやばいから、ここちょっとガム手で封鎖しようかな。ずっと見てられるわ、もうね、ちょっと愛情が湧いてきちゃってね、ちょっとやばい、これうなぎんち、うなぎんち。さあ皆さん、ということでね、あの泥抜きをしてからね、一晩経ちましたね。で、見てみたらわかるんですけど、やばいね、この黄金なんだよね。まだね、超元気なんで、ほら、おまだ元気なんで、これからね、締めていきたいと思います。冷たい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 、ただ、ちょっと冷たい、結構入れちゃってください。はい、オッケーですね。そしたらここに今度はね、水を入れます。はい、少しだけ入れますよ。さらにね、お塩入れます。こうすることによってね、もう急激に温度は下がります。わー、ちょっと出すな出すな、ほらもう。そしたらくるくる混ぜる。あー、やべ、冷たい冷たい冷た、ふれーふれー。さあ皆さん、気になる大きさですね。早速ちょっと測ってみましょうか。何センチなんだこれ。53センチです。はい、皆さん、ということでね、一応ね、仮死状態になりました。このね、仮死状態になっても、うなぎはね、あったかいところに置いておくと一瞬で復活するんで、さっさとね、調理を開始しちゃいましょう。うなぎをボンと出しまして、でかすぎでしょ。首のここの部分を、骨を断ち切るぐらい切ります。初めてなんで、ちょっと許してくださいね。頭を切ったら、また冷水に
回ね、戻します。こうすることによってね、血抜きを行っていますね。ほら、見たらわかると思うんですけど、これがね、うなぎの血ですね。うなぎの血はね、毒があるみたいなんですよ。だからね、刺身とかはね、本当に自分でやるのは危険なんでね。そしたらね、お湯を沸きます。今回はね、80度ぐらいのお湯入れ、うなぎさんの体にかけてあげます。お湯が沸きました。はい。で、頭を持ちます。うなぎが自我を持ち始めたので、軽くね、つけるだけで大丈夫です。お風呂よくで入れましたね。白く濁ったと思うんですけど、これがね、魚のね、ぬめり気ですね。ウチンっていうね、やつで、タンパク質なので、熱でね、固まります。本当にね、うなぎって、めちゃくちゃぬるぬるしてるからね、さばきづらいんですよね。こういう風にね、ちょっとお湯かけた方がいいと思います。このね、骨に当たっているのを感じながらね、うなぎやっぱ生命力が強いね。さっきからね、ビンタを食らってんのよ。ずっとこいつが。やべやべ、なになに？ピー。頭のところから骨をね、こっちまでね、取ってきますよ。みんな、できました。割といいんじゃないの？最初にしては、ほら。これがね、油なのよ、全部。いや、結構油も乗ってていいうなぎだね。串に刺したいのでね、適当な大きさに切ります。おれ。次にね、タレを作っていこうと思います。このね、さっきさばいてうなぎの骨からも美味しい出汁が出るので、タレに合わせたいというわけです。骨を焼きます。やべ、めっちゃ香ばしい匂いするんだけど、カリッカリになるまで焼いてくださいね。まずはね、お醤油、みりん、料理酒、砂糖ですね。はい。限界までね、うなぎの旨味をね、引き出したいので、もうね、早い段階から入れちゃいます。さあ、タレを作ってる間に、串を刺していきたいと思います。な、見てください。めちゃくちゃいい匂いです。やばい、もう最高の出汁ができそうだ。それにしてもちょっとうまそうだからさ、味見してみますね。やばい！待って、え？ちょっと待って、え？うまくね？これ。チョコメコフォイヨー！やばい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 。うなぎを。せいえちゃんしよう。うわ、やばいこれ。これ頭おかしくなっちゃいそうですね、食べたら。うますぎて。ご飯の上にね、うわ、やばいわ。あー、うめえ。これだけでね、地獄級なのに、まだですよ。このタレをね、さらに上からかけちゃうっていう、うわ、このタレご飯絶対うまいよ。食べなくてもわかるよ。もうとりあえず、はい、もう食べる、食べる、もう食べたい。それでは皆さん、命に感謝、いただきます。肉厚なんですよね。これだよ、これ。うまいに決まってるじゃん。ここでご飯を入れる。やばいね。当たり前なんだけど、うまいね。スシローにね、甘だれっていうのも言ってたの。うなぎにかけたらうまいんじゃねって気になっちゃったから、ごめん。かけていい？これ。あの、あれだよね、スシローの席に置いてあるやつで、ね、いただきます。うん、うん、このね、スシローの甘だれ美味しいですね。このうなぎがもうスシローの味したもん。めちゃくちゃうまいじゃん、このタレ。いや、このタレいいかもしれない。美味しい。普通にうまいけど、やっぱさ、自分で作ったタレがうまいんだよね。いやー、みんなごめん。うますぎてね、もう動画撮ること忘れて食べちゃったわ。いや、これはね、もう本当に革命だね。染め分けの動画史上一番かもしれない。本日はご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録と高評価、ぜひお待ちしてるんでね。皆さんぜひよろしくお願いします。うなぎの頭とか尻尾とかはね、また釣りの時に使うので、その釣りの動画ね、みんなぜひ見てください。じゃあね、みんな、また会いましょう。バイバイ！